勝った方がパリオリンピックレスリングの代表決定プレーオフ。ドラマはラスト10秒に起きました。赤の石井亜美が逆転に成功します。試合終了まで残り9秒、後がない青尾崎の渾身のタックル。そのまま背後に回り込み、土壇場でまたも逆転。劇的な勝利で初のオリンピックへの切符をつかみ取りました。